大正義物語6回目の今回はまずヤクルト戦から始めていって、その後ねセリーグ戦最後の初対決カード横浜戦があるので、2カード5試合を今回プレイすることになります。もうこの3試合に関してはチームのチャンスのみに注目していきます。ピンチはねちょっとねこの打線を相手にやるのは怖すぎるので、投手たちを助けてやれるだけの得点をチャンスに注目していっぱい取って、でいい流れを作って那覇で行われる今季最後のセリーグ初対決カード横浜戦を迎えて、そこで横浜をボッコボコのフルボッコにして、1巡目を終えた時に1位になれてない球団が年間117勝以上世界記録を作れるかと言ったら、もうその時点で無理や、諦めろ、だから奥に大正義せいやって言われるようなもんですからね。だからこそまずはこの試合勝ちたいから、菅野がしっかりと抑えてもらってね、ほんで早くチャンス来て、来るのはもうチャンスだけ、まあ、そこしかプレイせえへんからね。ただなかなかここまでヒットが出てないね。相手小川に完璧に抑えられていて、菅野はランナーを許しながらも抑えてはいる。すごく静かなゲーム展開だが、ようやく来たね。5回裏中田翔の第2打席目でこのチャンス、ようやく来たチャンスがお前かえって感じもしますけどもね。いやいいんですよ、お前で、お前だから打てる、だから6番一塁手で起用している。まあ俺が操作してない時あまりにも打てなさすぎて1割6分1ホーマー4打点と悲惨な数字ですけどね。何もしてないわ。これなら中地でもいいような気がするけど、いやいや中田翔なんですよ。やっぱりこういうチャンスでねプレイする機会っていうのがこれから先も増える以上は、やっぱ俺が使いやすい選手をスタメンで使ってそこで打たないとね。でも俺が使っても打てない、自動でも打てない、じゃあお前がここに存在する意味は何なんだろうな。まあ尋ねてみてもわからないでしょうね。本人もわかってない、俺もちょっとわかってない部分あるからさ、あいつ打順ちょっと入れ替えるくらいはちょっとした方がいいかもしれないね。ここまで得点取れてないのももしかしたら中田翔の責任かもしれないしね。まあやっぱ変えるところは早急に変えていかないとね。一つなんかつまずくポイントとかあったらそのまま負けてしまって世界記録が遠のいていく。何度も言うが負けられる回数も花から決まってる話なんでね。こんなチャンスで凡退してるわけでもいかないんですけどね。やっぱ中田翔の打席でチャンスを迎えたこともあってか、その後つながらね、吉川尚輝があの後にいてくれる方が助かるんだよな。6番吉川尚輝、7番大城、8番に中田とかね。てか併殺持ちがジャイアンツ多すぎんねん。だからチャンスできてもなかなか得点取れないんですけど、まあでもここでは吉川尚輝のバッティングではおーイエース。やっぱこういうチャンスで回ってくるとき併殺持ってる選手は使いづらいね。ジャイアンツほんと多いんでね併殺持ちが。ただでさえ俺という人間は併殺を打つために生まれてきたんかっていうくらいいろんなパワプロで併殺打ってんのね。それでいてこんな併殺持ちがいたらもうそう打つの必然的だよね。並びという並びをちょっと変えていくのもありかなと。まあそれも初対決カードが全部置いたときにやっていこうと思うわ。今はなんか早急にガラッと変える必要はないと思うし、そんなのしなくていいでしょ本来ね。またチャンスで丸のとこ、ただこいつも併殺持ちなんですけど、まあこのシチュエーション何の関係もないですからね。なーん、今の打ってもホームランにしたかったな。点差開けていきたいよ。ヤクルトの爆発力は舐めてはいけないからね。でね、リアルのヤクルトはやたらとビジターで強いよね。この世界では別にそういうわけではないんだけど、いやーでもやっぱねリアルタイムと一緒にこのシリーズも進めてるもんだから、リアルで起こってることはこのゲームでも起こるんじゃないかなというちょっと恐怖心があるのよね。そういうこと考えたらこの先来るゴールデンウィークでジャイアンツはクソほど負けることになるけどね。リアルのジャイアンツゴールデンウィークで全く勝ててなかったんで、いやいやあれはないし、ヤクルトがビジターでやたらと強いというそれもないから大丈夫。もう完全ビビってるやん松井秀喜から。その後の岡本も怖いんやぞ。9回最高のバッターや。残念、うちにはそれがいる、これがいる、この2人がいる、そしてイチローまでもいる。だからこそなんで今2位なんだよっていうヤクルトの下行ってんのあかんやろ。まあこの戦いで追い越しますから、ゲーム差 1.5 ゲーム差なんでね。はい、越すつもりやのに、なんでこんなチャンスで打てないのか。打てる球は確かにあったんだけどね、菅野の頑張りもあってこの1点で勝ってはいるが、はい同点に追いつかれた。まあでも同点止まりで、さあ来たこのチャンス、丸のとこですね。その後松井秀喜確実に得点を取りたいが、このシチュエーションは閉殺の赤徳が発動してる。丸、あ閉殺持ってないのか。丸三振は持ってても閉殺は持ってないんだね。でその後の松井秀喜も当然持ってなくて、持ってるのは岡本和真ですからね。まあそこは鬱陶しいんですけど、いやいやここはもう丸と松井この2人がいれば十分ですよ。この進化、いやこの進化は打つ必要はないよ、別の球他にあるはず。打たない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 、もう見てない見てない見てない、知らない知らない、知ってても知らないって首振るわ。まあこういうねしょうもないスライダーとかもありますし、そっちの方が断然打ちやすい。はい来た、この打球はおーおーどう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 、落ちないか。タッチアップでランナー進塁で、結構飛ばしたんやけどね。あそこ追いつくのはセンター塩見だからなのか。まあいいんですけどね、松井秀喜歩かしてきた。次岡本和真なんですけどね、それでも松井秀喜を歩かせるという作戦を取ってくる。それだけ偉大で強力で最強バッター。しかし岡本和真も舐められたもんだね。俺的には松井秀喜勝負避けて岡本も怖いよ。
怖いけどどっちの方が危険かっていうなんか天秤にかけた時、まあそういう選択に至ったのがヤクルト高津監督の頭脳なんでしょうね。いやちょっとこれはね、岡本和真的に燃えたぎるものがある。本来敬遠されるような打者じゃないからね、目の前のバッターが。だから打たないとダメなの。そこで問題したら高津がやったことは正解やったっていう結論たどり着いて、このイニング終わるよね。俺もそう思った。松井秀喜なんかと勝負するのはバカじゃねえと。俺がもしも敵になった時、松井秀喜勝負避けてお前と勝負した方が賢いなと。まあその時抑えられるかって言ったら多分抑えられてないと思うんですけどね。俺はそのまんま打たれるでしょう。でもヤクルトはそのまんま抑えて、これ流れも流れだからね。9回の表さらっと得点許してその1点で負けて、このシリーズ初めての連敗を喫することにもなるんで、できればそれは避けていただきたいんですけど、はい取られる。こうなるわな。もう当然の話だわ。でもチャンスが来て、これ同時にサヨナラのチャンスでもあるからね。ノーアウトランナー1塁2塁一発が出たらや。まあいろんなことがありましたけどね、このまま負けるわけにはいかない。このカードの初戦を落とし、このシリーズ初めての連敗を喫するわけにはいかないからこそ、できることは精一杯にやっていくよね。まずは吉川尚輝でできることがあったんですけどね。あったのにやらないってどういうこと？自分に尋ねてみてるけど答えは返ってこないよね。もう全てはこれから先起こすことが答えですから。ここで代打中地を送りたいが、こいつも併殺持ちやねん。だから送れへんっていうね。まあ、状態の良さそうなこの若林を起用してみようかな。この男を使ってホームラン打ってますし、前回の動画で一発狙いで一発が出たらだよ。一番簡単な答えはそれやね。でもバットン当たらないっていうね。バットン一切当たらない。見とちでええわ。全球ストレート全力。あぶねえ、手出しに行きそうになった。このストレート弾き返して、落ちる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 。でランナー満塁でイチロー鈴木。まあ見ててください、やれることをやっていこうと思います。今日ヒットはないけど金徳も発動してますね。渾身の決勝だ。やろう。何でも打てるからこそ何でも打ちに行くのではなくて甘い球を打ちに行く。確かに来るはずなのでね、その一球が。なっとストライク。はい、こういうことです。逆転サヨナラ満塁ホームラン、それをイチローで打つことができる。めっちゃはしゃいでる。これあれじゃん、優勝した時のイチローじゃない。日本一決定だったかどっちか忘れたけどね、イチローの若い時なんかこんな感じでありましたよね。あの時のイチローが戻ってきたね。ヒゲを蓄えてジャイアンツのユニフォームを着てな。最高な勝ち方ですけど、そこに驚きはない。あのシチュエーションでイチローに回ってくるっていうことは、こういう劇的な結末がそこにあるということですから。もうそれに驚いてるようじゃ、これから先の戦い戦っていけませんよ。そんなの一回一回リアクション取ってるようじゃね。この勝利によってゲーム差1ゲーム差縮めて 0.5 ゲーム差、次勝てば1位に返り咲くことができる。で、イチローのホームランによって一気に3600人のファンが増えて、そのファンが増えるということは、オフに使える資金もお金も増えるってことになるので、いいことだらけですよね、こういう勝ち方は。でもこういうことは多々あるのでね、この一本はとにかくもう何も言うことはないんだよ、イチローのハンカチ。ハンカチお前ハンカチ王子から奪ってやんだよ。まあ、あいつの唯一の特徴じゃねえかよ。それをイチローがなんかやり出したらもう全部取られるよ、イチローに。次もチャンスに注目して、また同じようなゲーム展開になるのか。いやー、連日渡ってね、ああいう試合を送ることができたらまたファンがたくさん増えてお金も増えるんでね。あえてそうやってやったわけではないんだけど、さっきのはね。まあ、でも今日はあえてそういう苦しいところからをひっくり返して勝ってファンを増やしていくというやり方もなんかありかなと。そういうこともやろうと思えばできるんですよね、うちの場合は。いきなり2点与えましたけど、いいでしょいいでしょ。こっから繰り返すゲーム展開にしてみましょう。あら、またやったね。やりまくるね。山田哲人にホームラン許して、佐藤豪くん状態の悪さが結果に出てるよ。前日のあの勝ち方の後にね、普通に負けたらあかんからね。そんなみんな分かっとるから。岡本和真の打席、うわ1打席目併殺打ってる。本来ならお前がホームランを前に打っておいて、前の試合だって勝たないとダメだったんだけどね。でもお前が打たなかったから、イチローがさ、なんかちょっと空気読んで打ったってだけの話よ。いや、やっぱね、さっきのゲーム展開ってだから、なんか手のひら返しで喜べるゲーム展開でも正直ないよね。もっと早く決着つけられるところチャンスで打てなかった。あそこでやっぱ決めるとこ決められてないから、なんかもうイチローがシャーなしで打ったみたいな感じですから。ここだってね、打つチャンスは確かあったんだけど、なんだか打てないな。なんでなんだろうな。お前がジャイアンツの足を引っ張る時代が来てしまうとはね。このままゲーム展開は試合終盤に向かっていって、ちょっとまずいですね。得点取る流れってやつを作らないとダメなんですけど、岡本の凡退以降はホームラン許して、点差6点差。こっからひっくり返して勝ったらファンがたくさん増えるね。また一の打席は回ってきたんで、打つ打つ打つ、いいんじゃない。打率もついに3割乗ったね。だからなんやねん、通過点やろ。一郎的にもね、もっと上げていかないと。3割5分って当たり前の選手やからな。こっからひっくり返すためには、まずこのチャンス、一郎がまた一発を放つ必要があるのか。おっと、危ない危ない、クソボールやけどね。一郎の場合ボール球でも打てますから何の問題もないよね。
むしろボール球の方が強いね。ここはイチローらしく流してヒット。いや、これ一発打つよりね、こうやってチャンスで繋いでいって得点取る方が同点まで追いつけて、なんなら逆転までいける可能性もあるから、そういう野球が今好ましいかな。で、次坂本勇人のとこ。やっちゃうんだね、こういうことは。坂本別に併殺持ちの選手ではないんだけど、やっちゃうんだよね、俺だからね。こんな俺だから、だから併殺持ちの選手が並んでるこの打順の並びは良くないと言ってるんですよ。まあ、変えていかんとダメなんかな。松井秀喜の後岡本がいるっていうのは正直なんかバランスが悪く見える俺にはね。丸の打球はそのままスタンドインではないけど、まあまあまあ、でも得点は返して4点差。もうこの回最低でも4点取って2点差くらいまでに詰め寄って、あとの2点を最終回でひっくり返していくっていうのが理想ですね。だから松井秀喜で、これだけ能力の高い松井秀喜で打てばいい。打てるよ打てるよ打てるよ、もうオーラまで出てるんだからね。こんなもん止められない、止まらないじゃん。こここそ申告敬遠しろっちゅう話なんだけど、それはしてこなかったね。いやいや、追い込まれてもなお打てそう感がある。あー差し込まれた、落ちないか。さすがにもったいないな、あれだけ能力高かったのに。点差4点差、9回裏ひっくり返すことはできるか。まあその前に表を抑えれんのかって言ったら抑えましたけど、どうや。チャンスは作ったね。岡本出塁から代打ポランコが出てきた。この9回裏何かがあるかもしれないね。前日のように見届けてください。まあ、まずこのケースに関してはランナーを貯める作業からのスタートになるんで、そこを貯めていかないことにはね、4点差ひっくり返せないから、基本的に出塁を意識した打撃でいいでしょう。フォアボールでもいいし、まあ、出塁できたら何でもいいって形ですね。この瞬間やっぱ厄介やな。これは打てそうないからさ、直球とかね、こういう球なんだけど、それを弾き返さないと意味ないよね。うわ、一つのアウト取られちゃった。でもできることは無限大にあるこのチームなんでね、これからやっていこう。大城のとこも正直代打送りたいけど、代打送って打てる選手がいるかって言われたらおらへんから、大城で。あ、うまく進化反応で打てたね。レッツゴー。これ吉川直樹で繋いでいかないとダメなシチュエーションっすよ。ここでまた一つのアウト取られるわけにはいかない。いかないから絶対打たないとね。分かってる分かってる、すっごく分かってる。よし来た、ヒットなる。おーイエス。さあさあさあ、これで1点返して一発が出たら同点のシチュエーション。次ピッチャーのところ誰だ。今村ですよね。まあ、もちろん代打を送って、これ能力もターニングポイントクリアしてるんで上がってる。その流れの代打は、いやもう連日と同じく、ここが若林で一郎を迎えるために出塁するか、まあ若林で一発って同点に追いつくか、どっちにするか、まあどっちでもいいやけどな。まあ、このケースまずはね、負けを回避するべくやれることをやっていかないと。これもやっぱ進化さっき打ったけど、さすが無理なんでね。もう打てるとは思えない。だからそういう球、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 そういう球来て。ああ打ってもよかったんだけどな。追い込まれたらよりあの進化投げてくるぞ。あ、カーブやった。うまく打って落ちた落ちた落ちた。勢いがあるチームってこういうとこ落ちるのよね。そしてイチロー、さあ連日にわたって最後の締めまで同じなのか、2試合続けてあるのか、あるのか、あっちゃうのか。やっちゃおう、やれるようにしていきますよ。さあ来い。これはすんごいことになる。さすが2夜連続はね、ちょっとね想像してなかったんで。ああ、ゲッツーはないだろうけども、こういう形じゃないんだよな。点差2点差、未だ一発が出たらの状況ですよ。もうこの際誰でもいいんで、坂本でもいい。さよなら男発動してる。やっぱ最後キャプテンが持っていく、それもいいんじゃない。ジャイアンツ的にはね、誰だっていいんだよ。俺的には坂本の方が嬉しいかな、一郎で打つことより。こういうことですね。うちには一郎がいて、一郎がダメでも坂本がいて、坂本がダメでも丸がいて、丸がダメなら、松井がいて、松井がダメなら岡本がいますけど、岡本はダメなのでね、意味ないですけども、その後打てる選手がいるんで、2夜連続ひっくり返してのさよなら勝利となりました。って感じですね。嬉しいですね。でもその嬉しいことにいち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 突っ込んでたらキリがないですから、この嬉しさにはもう蓋を閉じて次の試合、スムーズに勝てるように頑張りましょう。ここまで劇的に勝ててるってことは、そこまで苦しんでいて負けてる状況があるからということなんですよね。一概にやっぱこの結果喜びません。そこまでしっかりと打たないとダメだし、抑えてくれよっていう話。それができてないから劇的な結末が最後にあるだけなんで、これは別にジャイアンツ的に好ましいことではないのでね。先も言ったから、まあこういう勝ち方するとファンは増えます、お金も増えます。ほら一気に増えて5650人、ジャイアンツ新規ファンが増えました。今の時代もいろんな娯楽エンターテインメントがあって、新規ファンなんて全くね、他の球団獲得できてないんだけど、うちの場合は違うね。連日にわたってこんな勝ち方できてますから、そして強い、ファンが増える理由しかないんですよ。この勝利によってジャイアンツは1
1位に復帰だからなんやねん。それはもう当たり前の話で、この1位をキープして最初の初対決カード終わること、次負けたらまた入れ替わるんでね、そうならないように普通に勝ちましょう。このゲームに関しては丸の状態がちょいと悪いのが気になるが、まあこの上位陣に関しては並びを変える必要性は個人的にないかなと思ってますけど、ただこの辺ですね、やっぱちょっと中田大城の並びをちょっと変えるというか、まあ吉川直樹を6番にしてこういう並びで臨む最後の戦い。相手ピッチャー元ジャイアンツの田口、2夜連続あんな勝ち方されとるからね、田口的に今フルスに投げるのが最も怖いでしょうね。自分が知ってるフルスじゃないもんね。市松がいて、なんかそれ以外のやつらもやたら打ってる強力なフルスなので、ただ今日お前を打って簡単に勝たしてもらう予定だからな、よろしくお願いします。もう序盤のうちに得点を取るチャンスがやってきたので、まあ、そこで取りたいんですけど、ちょっとやっぱ丸の状態の悪さがあるんでね、こういうチャンスが来ても丸で打つのはちょいと難しいわな。これ状態悪いんで、ちょっと松井秀喜通常の弾道とかパワーではないんだよね。今作からね、状態によって弾道も下がるようになったので。いや、とはいえどだよね。元の弾道とパワーが半端ないんだから、お前こんなん当たれば飛ぶやろ、確実に。一郎が見てる中、松井秀喜に返す。理想的な野球をしたかったんですけども、やっぱちょっと弾道下がってることも影響かな。いや、もうさっきとは違うゲーム展開を俺は送りたいと思ってるんで、もう序盤のうちにやっぱ得点取りづらいっすよ。3試合連続の劇的な結末はいらないんだよね。贅沢言ってごめんなさい。もうあんだけいい勝ち方できてるだけで十分じゃねえかよと思ってる視聴者の方もいるかもしれないけど、もう勝つのは当たり前なんでね、その当たり前の勝利が欲しいんですよ。そこになんかもういろんな添加物がついた劇的はいらないんですよね。体に悪いんだよ、ぶっちゃけ。ああいう勝ち方っていうのは毎回やっぱドキドキしますから、ああいうチャンスで回ってきて、そして実際打っちゃうと、あーこいつ打てへんなマジで。ここ正直もうスタメン落ちした方がいい。中地の方が断然使いやすいわ。その中地をなぜスタメンで使わなくなったのかというと、過去の動画見てください。いろんなことがありましたからね。でもこの際もう中地でいいかなと思う。あーで一郎今日も2安打打ってる。いやもう打率も余裕で3割2分8厘と上昇してるんでね、まあ通常の一郎戻ったというか、見たかった一郎になっちゃった。ホームランまでまた打っちゃって、あ、もう完全アジャストしましたね、この一郎鈴木という男。ごめんな、ようやくお前に追いつくことができたわ。なんか随分離されとったよね、一郎と俺の中で。なんか全然違いがあったんですけど、でもようやく追いついて平行に並んで、だからこそその一郎を使って俺でも打てるようになった。選手個人でも打ってくれてますけど、一郎の場合は。ただ俺が操作する一郎はより強力になってホームランを打ってくれるようになるというね、もう何の問題もないです。もう勝ちパターンに入りましたね、うちは。一郎でこれだけ打てるようになって、他でも打ってるんだからね。もうこのまま今日は勝つんじゃない。まあそのまま勝つのもいいし、ここで打つのもいいし、なんだっていい、なんだってできる、もうなんだって翼広げてどこまでだっていけるんだから、もうこのチームは。ああ、楽しい。あ、これなんですよ。もうこれがしたくて大正義物語というこのシリーズを始めたんですよね。ようやく大正義感出ましたね。実はここまで5回目苦戦する要素もあって大正義感なかったんすよ。なんか違うなっていう感じがしてたんですけど、いやもう今俺が理想とする絵に描いた通りの大正義ですよ。な、もうこれが変わることなくこの世界が日常になることを祈りますよ。この後の初対決カードの中で行われる横浜戦、なんか途端に変わることないよね。ないないない。ない、ないよな、ないよ、別ないから。そう、何を不安かったか、ないはずだよ。いやー、もうちょっと取っておきたいっすね。劇的な勝ち方してるなだけに、これちょっと展開が変わって、コインが反転するように、相手が劇的に勝つみたいなことが、ちょっとこの展開だと十分にあり得るかな、残す2イニングの中で。まあ、それはもう投手にお任せしとるから、わけやから、うちは何もできへんけどね。あ、でもここで得点を取ることはできる。もう、さっきも言った、勢いがあるからこそこういうとこ落ちんねんな。もう十分じゃないですかね、この空気感流れ、そしてまた追加点を取って点差を開けたということを考えれば。メルセデスがまだ投げてるんだけど、まあ、抑えました。もうこのまま完封いけるでしょ、というか、いけよ。やれよ。やれよ。お?お?アウト。はい、オッケー。さあ、この戦いは最後、完封勝ち3対0。過去2試合とは違って、平坦に勝つことができましたね。これを求めていたわけですから、この勝ち方でいいんです。またファンが一気に増える。これ、最終的にシーズン終わり、何十万人のファンがいるんだろうな。なんか100万人とか行きたいですけどね。このチームならそれができるというか、それが当たり前なんだよね。むしろなんで初期がこんな少ないね。市松がいたらもっと高い状態からスタートしろやっていう話。おっと、このタイミングでロッテにセリアーという選手が、助っ人選手として入団しました。のことやね。まだどの球団も誰一人として新助っ人を取ってなかったんでね、ちょっとセリアさん気になるので能力見ていきましょう。ずいぶん安そうな名前ですけど、こいつですね、能力は判明はしてませんけど、パームの変化量がえぐない。球速も150に、コントロール、スタミナも判明前だったら B とかなりあるよね。いやー、でも蓋開けてみたらね、これが一気に D まで落ちたり、なんなら E くらいとかもあり得るからね。このパームだって蓋開けたら変化量4とか3とかそれ未満とかも十分にあり得るんでね。やっぱ安っぽい名前なんで、能力がこれ
るとは思わない。まあ、うちも助っ人選手を発掘しようと考えてるんですけど、それは一巡を終えてからです。その一巡最後の戦いとなる横浜戦がこれから始まるので、この動画でこれからお届けしていきます。まあ、2試合しかないということなんで、チームのチャンスとピンチ両方に注目して、この2試合を消化していこうと思います。ほんで、さっきちょっと打順入れ替えましたけど、まあ、とりあえずこの打順のまままた戦っていこうと思いますわ。ピンチ注目するんでね、またこれ那覇地方球場での戦いになるからね、今映ってますけど、これ激狭な球場なんで、ちょっとそこが怖いですね。打つ分何の問題もない。アホみたいに得点入るでしょうね。ここまでの最多得点っていうのがさっき取った12点、3点くらいですかね。それを軽く塗り替えられるでしょうね、この球場であれば。ただ、最多失点も更新するかもしれない。ほら、いきなりのピンチ来た、もう。あんまやりとうないのに来るんよな。しっかりと抑えていかないとな。この球場でやる野球はもう投手の場合はあまりにも大変すぎる。え、サムバント？え、ありがたい、ありがたい。やって。あははで、決まらへんっていうね。バカじゃねえの。監督が無能やと、いつまで経ってもチーム強ならへんぞ。この牧秀悟というね、いい選手もいるのにもかかるぞ。この世界だって打ってるよ。でも他が弱すぎるから、いつまで経っても弱いんよね。それはリアルも同じ。この世界でも同じ。その牧をうまく使えないのであれば、俺たちが取っちゃうぞ。そういうことやっちゃうんだぞ。牧がチームから消えちゃっていいのか、いいわけないよね。横浜ファンとしては絶対そういうことは防いでくれって思ってるはずなんだけど。いや、でもちょっと牧の使い方があまりにも下手すぎるのであれば、そういうちょっと助けてやりたいね。これはうちのためじゃなくて牧のためだよ。強い選手っていうのは強いチームにいるべきだし、オースティンもそうですよね。こういう選手っていうのはやっぱり強いチームにいるべきだなと個人的に思うので、いや、やっていこうと思いますけどね。お金もあるし、選手もいるしで、なんなら梶谷に変革してオースティンや牧取るっていう選択肢もあるしね。梶谷に伊能とかね、今更欲しがるのかどうかわからへんけども、いや、でもそういう選択肢もあるということだけは先に伝えておくわ。取りたい選手はたくさんいて、まあ、このシリーズは取りたいと思ったものを全部無我夢中に取っていこうと思うんでね。それ取るまでトレードし続けようと考えているのででも外野に関しては個人的にもう埋まっとるからな。オースティン取ったところでどこ使うねんちゅう話ですけど、まあそれは取ってから考えましょう。まだ取ってもないですからね。はい、一郎先頭打者ホームラン。地方だと一郎には狭すぎたかこういう形でね、その後軽くピンチを作るが、ちょうどピッチャーのとこですし、何の難しさもないね。でも俺もようやくこのパワプロの投球システムに慣れたね。もう嫉妬がなくなったわ。ちょっとこれまでおかしかったんですけど、今はもう何の問題もないですね。この球場で嫉妬を投げる、それはもう一発打たれるってこと前提なんで、やっぱその嫉妬だけは本当投げないよ。できたチャンスでこっちがしっかりと打っていくってことをしたいのに、お前何してんだ。ノーアウトランナー二塁三塁って、どうやってこの球場でノーアウトランナー二塁三塁作んねん。その前に失点許すねん、普通はな。お前普通じゃねえよ。で、牧迎え取るっていう、怖いなぁ。あらぁ、もうこの球場入ります、入ります、入ります。まあ、しゃあないね。牧に打たれるんだったらしゃあねえや。打っとけ、打っとけ。もう横浜で打つホームランなんて限られとんのやからね。あとちょっとしかないと思うんでね。横浜ファンに別れをつけるかのごとくたくさん思い出作っとけ。はい、オッケー。自動で取ってくれてこのチャンスを迎えることができた。もう打つことは非常に耐えやすいことなんで、あのストック得点取って、まず同点に追いついていきましょう。やりたいと思ったことはこの球場では全部できますからね。他の球場だとなかなかそうはいかないことありますけど。この球場はちゃうねんな。重くそ差し込まれてもなおここまで運べんね。おいえ、おいえ、おいえ、何の驚きもないね、ないね、ないね。はい、で、チャンス来たね。はい、ここで岡本和真は、正直この戦いあまりいいイメージないけどな。この動画でお前って。まあでもこの場面は、まあまあホームランではないけども、はい、これで逆転成功。まあでもこれから先また得点をいっぱい許すであろうから、それに備えていっぱい得点を取っておきましょう。備えあれば憂いなし。その言葉通りね、得点取ってておいて損することはない。え、増田大輝が一塁手に入ってる。え、中田翔がもう変わってる。それってどういうことでしょうかね。代打、あ、怪我や。子宮で怪我したんや。ジャイアンツでもか。まあ、大して打ってるわけじゃないから、怪我で消えてくれても何の問題もないんじゃないけどもな。どれだけの怪我かっていうのは分かんないですね。怪我したということは分かりますけども。その代わり、増田大輝が一塁に入る我がジャイアンツの層の薄さよ、お前よ。あい、でもその増田大輝でもと思ったが、さすがにパワーがなさすぎた。この中で一気に3点差、4点差上げるくらいの得点取っておきたいですね、個人的に。全然まだまだ足りないわ。この打球、オーケー。沖縄出身の大城でタイムリーを放つことができた。もう誰が活躍しようがどうでもいいからね。得点さえ入れば。この後まだまだ来るよ。まだまだ来るよ。絶好の平田が投げてるんだからね。はい、来たー。はい、この打球も行くんだな、行くんだな、行くんだな。もうごめんね、ごめんね。簡単に出ちゃうんだよね。吉川直樹の今季第1号ホームランで追加点ゲット。まだチャンス作ってる。はい、丸に回ってきた。その後松井秀喜。止まらない、終わらない。いつまでもどこまでも永遠に続くことってあるよね。それが今です。この瞬間は永遠で終わりがない。これは、詰まって。ヒットになる。ははは。死んで捉えてもヒット、擦ってもヒット、何でもできるな、本当に。やっぱ最多得点更新できるよ。今日は20行く使命義務感が今俺にあるからさ、取っとくわ。30もいけるから、下手すりゃね。まあそれは次の楽しみに取っておきたいんで、
とりあえず20はね、この打球は、ちょっと上がりすぎたか。ああ、さすがにね、この打球が行くことはなかった。まあ、打った感触としても手応えゼロだったしね。一挙9得点取りましたが、まだとりあえずチャンスは腐るほど来ると思うんで、できればこの後ピンチなく、抑えていく義務がお前にある言うたよな。これだけの得点お前に与えてやったの、また牧秀悟のとこでピンチ作ってんじゃないか。そういうことやめろ言うとんのやろ。お前よ、マジで。ちゃんとやることやらないと首にするぞっていつも脅しかけてるよな。さ、嘘じゃないからな。葉っぱかけてるとかじゃないからな。本当にしてやるぞと脅しかけとんのよ。お前、脅しじゃないからな、もはやな。事実や。はい、三振。オーケーオーケーオーケー。まあ、簡単にね、抑えれる選手を相手にしとるわけですから。このオースティンもね。おっと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 、危ない危ない。これは打たれて当然。やっぱ得点まだ取る必要性ありますね。すんごい飛距離じゃない？これどこまで飛んだ？ボール行方移せお前よ。もう打った瞬間2秒で消えたろ。あのなんか対空期間というか間は何だった？どこまで飛んだんだよ。どこの誰んちに飛んだんだよお前よ。いやもう今日両チーム合わせて軽く30点超えるんじゃないかな。でもそれもしゃあないね。この球場で戦うってことはそういうことですから。もうほんと備えあれば憂いなしの精神でまだまだ取り続けましょう。十分なんてことはないよ、この戦いで。はい、大城の打球は沖縄出身のお前がここで打つってわけではないんやね。あー、なんか得点取る流れストップした。あー、それでいてピンチはまた来るんじゃないの。ほら、もう、あーもう全然抑えへんやんお前らよ。だから自動の時くらい抑えろやマジでよ。役に立たねえなほんまに。いろんなことがありました。なお負けましたじゃ意味がないからな。いろんなことのせいに勝たないとダメなんだよ。相手にいくら失点許そうかな。今んとこちょっと負ける空気も十分あるよこれ。しっかりとしてもらいたいね。全然やることやってないんで、投手たちが。もう、打ちましょう、打ちましょう。守ることなんて期待しちゃダメだよ。これから先だって来るわ、これよ。取り続けることやな。あ、いいか。なんか10点取って満足しちゃったの。あかんよ。その後取れてないよ。全然投げてる球変わってないよ。すんげえ打ちやすい球来てるよ。またピッチャー変わったけどね。誰であろうが打てんねん。誰であろうが打てるけど、こっちのちょっと精神的な問題よね。ちょっと満足感があるのかもしれない。そらね、ヤクルト戦あんな勝ち方した流れでこの横浜戦もうすでに10点取っとるんでしょ？そら満足感生まれてくるでしょ？まだ満足できないってやつはよっぽど贅沢なやつですよ。俺そこまで贅沢じゃないんでね。もう貧乏人なんでこれだけあれば十分だと思う。もうこれ一生分の幸せは得ましたから。だからといって得点取らなくていいってわけじゃないんだよな。ゲーム展開的にまだ得点取る必要性がある。それは分かってるんだけどね。うん、そう、チームを重々承知してますわ。チャンスいくらでも来るっていうね。これもちょっと送りバントで。バントなんて必要のないゲーム展開ですからね、こんなものは。まあ、でもちょっとランナーを三塁に送っておいて、ちょっとね、得点取る流れって一回止まっちゃったらね、止まり続けるんですよ。まず1点取らないとね、始まらないと思うから、ここは、バント。遅いなぁ、ランナー。まあ、三塁には行ったからそれでいいけどね、遅すぎるわ。そういうとこがあかんねんで。走るとこちゃんと走る。手抜かずにやることは大切ですよ。それ印象悪くなるからね。そういうとこで俺は首にするかどうか決めるから。ちゃんとしてほしい。まあ、でも結果得点は入ったかな。さすがにこれアウトにならんでしょ。遅いなぁ！ダブル遅いな！お前も遅いんかい！二足歩行動物とは思えないほどの鈍足っぷりですわ。怒らすなよ。俺が一番腹立つ瞬間はただ打たれることじゃない。アウトになるはずのない打球でアウトになることだよ。今みたいにね。足の遅さが影響で。ほんとやっぱ足って大切で、俺はそこを重宝する。でも得点取る流れっていうのは再び解禁されたというか、まあ作れたと思うので、まあこれから先また来たチャンスで取れるでしょうね。一回止まってたものって動かすのって難しいんですけど、まあこの球場だからできることというかね、他の球場だとやっぱその止まったまんま終わるんですけど、この球場だとそういうわけではないからね。はい、何してる！点差2点差。ハンデまたフォアボールからのピンチも。ちゃんとやれよ、マジでよ。さあ、沖縄の人たちは今楽しんでるでしょうね。なかなかないこの中での戦いでこれだけ得点入りまくっとんないからね。でもやってる本人たちは面白くないけどね。特に俺。全然面白くねえわ。普通に勝てるとこ勝てなくしてるだけ、難しくしてるだけだよ。ほんでまたこれ追加点が入って。もうここで外が来ますけど、もう投手変えます。もう早い段階ですけどね、守護神投入しても、あと全部デラロサで抑えていくのもいいけどな。状態の良さもあるからすんげえ投げやすいわ。もうこんだけあったんだから絶対勝たな。とダメなゲーム展開。嘘でしょ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 。あ、行っちゃった。逆転のスリーランホームランが生まれちゃった。いろんなことがあった末、このヤクルト戦の流れから横浜戦初対決。負けんの？いや、また、嘘でしょ。ねえ、勘弁してほしいんですけどね。でも確かに今負けそうですね。なんちゅうゲーム展開やこれよ。お前ひどいね。まあ、でもすぐチャンス来たんで、取り返しましょう。ただそれをすればいいだけの話です。一発が出たらの状況。ピッチャー速球ゴリゴリ系のエスコバー、個人的にこういうタイプは苦手ですけど、この球場だと打てんねんな。それが難しくないっていう。これ行くんちゃうか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 。あーおー、
言ってなかったね、微妙なとこ。取れる高さだったろ。今一郎がライト見たら取ってるよ。トロ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 。はい、オッケー、ナイス。この打球はさすがにいったね。はい、逆転スリーランホームラン打たれたら逆転スリーランホームランでやり返すというね、すげえバカげたゲーム展開でしょ。でまたこの後逆転スリーランホームラン打たれる可能性もありますから、やっぱそうならないようにもっと得点差を開けておくべきかなと。チャンス、はい、松井秀喜、その後も打ってくれましたね。もう見てよ、これ赤しかないよ互いに。で岡本和真もホームラン、3者連続ホームランが生まれたね。でその後チャンスで代打で、でここでジャイアンツめっぽい弱い三島さんじゃないですか。こういうゲーム展開でこいつ使わない方がいいよ、危なすぎるわ。でチャンスを作って満塁で、またこれ満塁で一郎じゃない、はい来たね。さあこの動画2本目の満塁ホームランが生まれるというんでしょうかね。今日の一郎全打席出塁だわ。そして4安打5安打目が満塁ホームラン、もう何だっていいわこの際。誰だって何だっていいわこの際よ。もういろんなことがあったけどよ、打てればそれでいい。バカげたゲーム展開ですけど、まあ沖縄の人たちが楽しめてるのであればいいかな。俺は全然楽しくねえけどな。あーしょうもない、ちょっと今のは打たされちゃったな、もったいない。こんだけ打ってる一郎でゲッツー打つの、あまりにももったいなさすぎることでしょ。もう一発打って試合終わりでよかったの。またこれ3点差だと何が起こるか分かんない。また沖縄の人たち楽しんじゃうよ。もういらへん、言うとんのね、十分な楽しさは届けたよ。これ以上入ることは別に楽しさには繋がらないんだよ。野球って変なスポーツって思われてるよ、両チーム合わせてもう30点超えてんじゃねえかよ。でもこれからのイニングは中川が登板しますね。デラロさん代打送られたんで、もうデラロさんいないんですわ。中川までも、その中川までもこうやってピンチ作るからね。お前マジかよ、勘弁してくれ。ほんと誰一人として抑える人がいないっていう。ここでまた同点逆転追いつかれたら、さすがにちょっと残ってないよ、取れる元気というか体力というかね。もう抑えて勝たないと、さすがもう十分ですわ。全選手ヒットとか数字稼ぎまくりやわ。今日の1日で OPS 爆上げやね、全体的に。ここで牧に回る。牧に関してはあの1本だけなんやね。逆に言うとその一本が悔しいわ。俺が打たれたものだけかいな。まあでももうないよ。ないないない。オッケー。これはあくまでも見せ玉的に最後というシーン。よし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 。まだ9回残ってるんですから、そこは怖いんですけどね。さあ9回、もう当たり前のように長打を許しても、ほんまに誰一人として最後まで抑えようとしなかったね。次の試合、ちょっとチャンスとピンチではやらないようにしますわ。これもうやらん、やれ、やれ。もう次はチャンスだけに注目する。打つことだけ。もうこんな流れでピンチなんてやりとうないっすよ、正直。まだ終わってもないしね。負けたら余計にやりたいなんて思わないからね。はい、三振半、オーケー。さあ、あとアウト2つだが、そこに至るまで何が起こったってね、最後まで不思議じゃない。はい、もう、一発。いいとこ投げてるんだけどね。しゃあない、しゃあない、しゃあない。まだ1点差あるからね。2打席連続のホームランを外に許したが、ガだよ。1点差あるから、もうそれを中川で抑えてくれたらいい。ピンチなくね。頼むよ。もうそこくらい行ってくれ。あとアウト2つ取ることができないのであれば、今季の年俸はなしだ。頼むぞ。抑えて、はい、勝ちました。17対16。もうね、あのね、ごめん、言うことは特にないんだわ。やってきた通りですね。映像でお届けしてきた通りですよ。もうそこを言葉でなんかで、ね、表そうとしなくてもいいですね。もう見た通り、やってきた通りのことなんで、両チーム合わせてこれだけのホームランが生まれましたけど、まあこの球場でやるということはもうそういうことなので、そこに驚きもないし、そしてまたやりたいなとも思わないので、もう次の試合はチャンスだけに注目してやろうと思います。まあいろんなことがあった末に勝ててよかったなと。あ、そうだ、中田翔がね、怪我してるんで、ちょっとそこの容態確認すると、診断の結果大事には至りませんでした。いいことなのか悪いことなのか分からへんけど、まあとりあえずいいこととして捉えましょう。あんなことの後の中田翔の大怪我発覚とか、それはそれで嫌だからね。次のゲームがこの動画最後のゲームで、もう何度も繰り返し言います、チームのチャンスだけに注目して、今日両チームのオーダーこんな感じで、これまあ俺がね操作したことによる影響もあってがあれだけ打ち合いになって、その末勝ちましたけど、今日はどうなんでしょうかね。先発が元横浜の山口で、まあだからこそなんかまた打ち合いになるか、一方的に打たれるか、一方的に打つか、まあそれはね、もう蓋を開けてみないとこの球場の場合は分かりませんからね。事前に予想したって無駄ですよ。予想した通りの結果になることがないですからね。打ち合いになるかなと思ったら案外静かなゲームになったり、じゃあ今日は抑え合いになるのかなと思ったら打ち合いになったりとね、そういうことになりますから、もう予想はいらない。さあいきなりのチャンスを迎えることができて、ここで松井秀喜ですね。もう打っとこう、打っとこう、序盤のうちに大量に打っとこう。これ今日投げてる相手先発は防御率 0.66、 おそらくもう2試合に登板してこれくらいの数字残してるんで、よっぽどいい結果なんでしょうけども、ただ残念、お前のその防御率も破壊されるぞ。この2試合は野手の数字爆上がり、投手の数字爆下げやからね。さっきの試合でマジで防御率1くらい上がったんじゃないかな。いや確実に両チームとも上がってますよね、あれだけの失点許したらね。あ、今日も上がりますわ。あーもったいない、打てる球だったの。これはダブル
プレー、もう何してんだよ、そんな。いらへんのになんかもう、わけわからん。わけわからん、もうついていけへんわ。もうどうでもいいわ、とりあえず。もうそんないちいちリアクション取りたくない。そんな体力も残ってないしでね。1点やりましたけど、まあまあ1点くらいだったのね。取るチャンスはいくらでも来ると思うんで、また取ればいいでしょう。あー、山口俊さんがね、2、3点目まで与えるというね。はい、オッケー、チャンス来ましたね。ノーアウトランナー1塁3塁で。ちょっとここまで大抜きを抑えられて、防御率よくしてますね。さっきの 0.66 か 0.49 になってますわ。それは抑えとるからね。でもそれも、ここまでだと思ってた。めっちゃ打ち損じるわ。さっきの弊害やね。打ちすぎたことによる弊害。さっきのゲーム展開が嘘かのように負けんの。ここまで連勝連勝積み重ねてきたんで、できれば負けたくないが、1点差詰め寄ってのチャンスを松井秀喜の打席で迎えることができたね。もうピーチャー変わってます。安崎になってます。いや、あかんね。ちょっとほんと打ちすぎた弊害もあってか、なんか合わなくなってるわ。逆にポイント崩されたね。さっきの試合で打ちすぎて。変な感覚ですけど。あー、これもね、芯で捉えられてない。全部ずれてるもん。で、さっきのゲーム展開の後1点差で負けなあかんの。意味わからへんでしょ。最後ちょっとプレイしていきますわ。ちょっと今回の動画一度負けることなくここまで来ることができたのだけに、やっぱ負けたくないんすよね。ここでひっくり返して最後までさよならでいきたいなって思ってるんで。岡本から始まるところ1点取ればいいとこ、三島を投げさすバカなのか、お前。リアルでめちゃくちゃ打たれとるやんけ。その男を起用すんのかい。じゃあそいつを打ちましょう。いやー、苦手意識があるんでしょうね。いきなり失投投げてら。それがど真ん中ならすぐさま同点。入った。でも打ちミスった。早かったね。どう考えてもね。うわー、やっちまった、やっちまった。オーメガ。でも二度とはないからね。ああいう失投はね。次は決まる球をしっかりと運んでいかないと。あー、甘かったぞ。あ、行く行く行くあ、行っちゃった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 あ、行ってないわ。取れよ、だから。これリプレイで見ても分かる通り、ジャンプしたら取れるんです。これプレイヤーが操作したらジャンプして取られてますよ。ほら。ジャンプしなくても取れるじゃねえか。頭をグローブの横持っていくだけで取れてた高さなんですけどね。なんで取らなかったんだろうな。さあ、ここで中田翔、相変わらず打ててないね。打率も1割1分8人とめっちゃ落ちとるやん。もういっそごと怪我して消えててくれた方が良かったと思えるわ。こんな数字であれば。でも、ここで打ったら話は別だよね。打てれば。今週、この動画最後の締めくくりをお前で持っていくことはできるのか。どうなんだろうね。フィーリング合うよ。おっと、パスボール。すごい跳ね方してんな。ランナー三塁に進塁ね。まあ、どうであれ中田で打たないと。入った。甘い。まあ、いろんなことがあったんですけど、最後までいろんなこと尽くしでしたね。中田翔で一発打って逆転サヨナラツーランホームラン。誰が予想したんでしょうか、こんな展開を。いや、なんかそういうフラグも立ってたっちゃ立ってたかな。いろんなことがあったんだから、こういうこともなんか予想できたといえば予想できたかと。4対3。もう何なんだろうね。はちゃめちゃやね。大正義物語というか、はちゃめちゃ物語ですけど、このはちゃめちゃの日々の中、戦いの中、勝ってんのはこっちしっかりとね、勝利をいただいてるので、まあいいんじゃないっすか。こんなことがありつつも、結果勝ててるのであれば。ごめん、もうそういう締めくくりしか俺はできない。なんかそれ以上気の利いたことは言えないね。一巡し終えて1位になれてますね。2位という立場でこの動画始まったんですけど、まあ一度負けることなく現在5連勝を積み重ねてるので、2位のヤクルトともゲーム差を確かに広げて、地の座キープできてはいるが、ただね、ここまでに5敗してることが問題なんですよね。年間負けられる回数っていうのが確か26敗、117勝以上を挙げるためにはね。のにもかかわらず、もう4月まだ終わってもない126試合残ってる段階で5敗しとるわけやからね。これから先やっていく中で、後がやっぱ厳しくなってくるんで、すでに5敗してるということは。だからこれから先は負けないようにしつつ、この連勝をどこまでも果てしなく海のように広げていって、勝利を積み重ねていこうと思ってます。OPS が高い順にこうやって並べてる現在の個人成績ですけど、イチローがえぐいね。OPS11 割。まあ、これだけ打ってますからね。もう俺が求めているイチローに慣れてますよ。なかなかやっぱこれ俺が操作していて、開幕早々っていうのはね、こういう姿を見せれず、あれ重いのか打てない。重いのか打ってくれないぞ。これがイチローなのか全然強ないやんと思っとったけど、いやいや、こんな能力ですからね。ここまで打つのに違和感はないし。いや、これ以上にもっと打てる能力だと俺は思っとるから、もっともっと頑張っていただきたい。松井秀喜に関しては、まあ、思ったほどではないですけどもね。まあ、それはイチローと松井では能力の違いがこれだけあるわけですから。まあ、でも個人的に使いやすさを覚えていて、いつでも打てるって感じの能力ですし、チームがこれだけ勝ってる中、そんなわざわざ松井秀喜までもね、ガンガンに打つ必要性もないじゃないですから、優しさですよ、さ、優しさ。松井秀喜は優しさでできてる人物なんで、だから一郎が打ってる今、松井秀喜がハッスルして打ちまくる必要もない。いろんなことがありましたが、今回の動画はここで終了し、次回4月15日の阪神戦から始めていって、興味があればこれから先の戦いも見ていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。